どうもトリプルナインです。本日の動画はこちらで撮ります。ヒーリングッドプリキュアキラキラカードゴミワンボックス開封していきたいと思います。こちらのワンボックスは全部で20パック入っております。ではパッケージの方を見ていきましょう。はい、こちらがパッケージとなっております。表面はこのようになっております。裏面はこのようになっております。カードリストに関しては全部で15種類あります。では1パックずつ開封していきましょう。まずは1パック目、中身を開けるとグミが1つ入っております。味はピーチ味になってます。そしてこちらがカードになります。キュアフォンテーヌとペギタンが当たりました。裏面はこのようになっております。続いて2パック目、2パック目はヒーリングとプリキュアの全員集合のカードが当たりました。白押しが入っておりますね。後ろはこのようになっております。妖精たちが全員集合しております。続いて3パック目、キュアスパークルのカードが当たりました。裏面はこのようになっております。続いて4パック目、キュアグレースのカードが当たりました。裏面はこのようになっております。続いて5パック目、キュアフォンテーヌのカードが当たりました。裏面はこのようになっております。続いて6パック目、キュアフォンテーヌの変身前姿ですね、沢泉千代ちゃんのカードが当たりました。裏面はこのようになっております。続いて7パック目、キュアスパークルのカードが当たりました。裏面はこのようになっております。続いて8パック目、キュアグレースとラビリンのカードが当たりました。裏面はこのようになっております。続いて9パック目、キュアスパークルの変身前姿ですね、平光ひなたちゃんのカードが当たりました。裏面はこのようになっております。続いて10パック目、こちらもヒーリングとプリキュアの全員集合のカードになっております。このカードも箱押しが入ってますね。裏面はこのようになっております。続いて11パック目、キュアスパークルとニャトランのカードが当たりました。裏面はこのようになっております。続いて12パック目、キュアグレースの変身前姿ですね、花寺のどかちゃんのカードが当たりました。裏面はこのようになっております。続いて13パック目、キュアフォンテーヌのカードが当たりました。裏面はこのようになっております。続いて14パック目、こちらもヒーリングッドプリキュアの全員集合カードになります。裏面はこのようになっております。続いて15パック目、キュアグレースのカードが当たりました。裏面はこのようになっております。続いて16パック目、ここでようやく被りましたね。一番最初に開けたパックのカードが被りました。続いて17パック目、こちらも先ほど当たった全員集合へのカードになりますね。続いて18パック目、こちらも先ほど引き当てたカードになりますね。続いて19パック目、こちらも先ほど引き当てたカードになります。では最後の20パック目、はい、こちらも先ほど引き当てたカードになります。ワンボックスを開封した結果、全15種類のカードが当たりました。では全15種類のカードを一つずつ見ていきましょう。ちなみに箱押しのカードはこちらの5種類となっております。以上でヒーリングッドプリキュアキラキラカード組ワンボックス開封していきました。カードは全部で15種類なので、ワンボックス買うと必ず15種類当たります。そしてそのうちの5枚は被りのカードになりますね。今回はこれにて以上です。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではさよなら。